ずはじめに戦闘服への着替えです。第一関門として戦闘服上下半長下ライナー団体の4つのアイテムを身につけます。身につけた後、前方にいる班長の服装点検を受けます。皆さんがよくテレビ等でご覧になる災害派遣時の自衛官の服装に今着替え中です。隊員の皆さん、そんなにもともとしていては国は守れません。急いで着替えましょう。さあ、今1位が出発しました。ただいまの1位は紫四中日産層、第2位は今2人の自衛官が出発しました。次3位本白本館中隊阿部山荘黄色山中隊、まだ点検を受けれない隊員第2中中竹市長大戦三直本チーム鏡石です。皆さん、今、2中隊赤、中竹市長です。第2位、紺、重白中隊松田市長、第3位、黄色、三中隊吉田山荘、白、本館中隊阿部山荘と続いています。どちらのチームでしょうか。さあ、最後のチーム、最後の選手はここから喪服です。喪服に移ってください。ただいま4中隊西山荘がゴールしました。
続いて紺黄色30体西村市長紺長谷川医師が2人で仲良くゴールデンに立っています。黄色西村市長ゴールしました。